北海道カントリーサインクイズ第2弾。カントリーサインとは、町の境界線に設置してある市町村名を表す標識のことである。じゃあ次です、はい、続いてはセカンドステージでございます。見て市町村名を当てる簡単な問題です。小樽。理由は小樽運河で起こる。あとレンガだろ。レンガ作りあれだろ。こちら。これはね札幌市民ならもう分かるでしょ。てか何度も言ってるしね。さあいきなりなんか難易度上がりすぎじゃない。いきなり上がりすぎかな。ホッケー、これ簡単だよな。2つぐらいに絞れるよ、ね、マネージャー正解。いや俺わかんねえ、スポーツ全然明るくねえ、わかんねえ。後ろの山だね。アイスホッケーと山ってどっちもで有名ってなると昭和新山、洞爺湖畔付近か。こちら洞爺湖町ではない。俺ってか俺はね、北海道の町の名前を知らなすぎる。だからボケようがね雑にボケるよ。ホッケ町でもねなんかね、うん、近いは近い。ああ確かにそうかも。近いね。考えようによっては近い。地名としては全然かすってもねえけどそうなの。かすってもいないホッケ町という回答はさておき、正解は何が近いのこれって。ホッケ貝が有名。そっちか。近いって近いじゃん。近いね、分かりにくいわ。え、タオル前山な。苫小牧とかそういう町ってこういう実業団系強いイメージあるよね。あーそういうことか。続いてはこちら、厚着をした人のイラストが描かれている。これは分かるでしょ。俺が知ってるのはこれ分かんないな。 あれなんかニュースになるよな。ニュースになるとこですね。お、プロデューサー正解。だってそっち盛り上がんないでよ。ヒントヒント。トカチカンネ。トカチカンネって分かんねえ。トカチカンネのどこ、何町。多分番組で一回町は取り上げたことないけど、うん、町に関する施設を取り上げたことない。まあロケは行きたいよね。行きたいね。お、じゃあ豊頃町。こちら陸は、ああ、陸やった、電車でやったね。実は以前、陸別町のふるさと銀河線陸別鉄道を取り上げていた。なんでそんな人気あるか分かりますか。星が見えるかと。違う、乗ったら走ってくれるわけじゃないんですよ。え、乗ったら自分で走らせなきゃいけないんですよ。つまり、運転できるってこと。そうこれすげえな。そして2012年、陸別駅からおよそ 2km の運転体験コースが開業し、大自然の中でガチな鉄道運転体験を楽しめるのである。いや陸別町さ、その寒い町なんていうかさ、マイナスのもんじゃなくてさ、電車をせよ。電車でカントリーサイン作れ。続いてだからなんだよこれ、海岸線だよねこれね。なんだっけこれ。え、お前もお前が分かんないと俺困っちゃうよ。分かってます。はい、今把握しました。把握した。これはマニアックだな。あ、え、マネージャーなんて答えた。腰水町。腰水。あ、俺も今持って言おうとしてた。え、なんで腰水町。いやなるほどね。いやなんかやだ、マネージャーとかすごい一緒なんだ。門別。門別。門別市。どこ。サマニ町って何。日高町のね、サマニっていうところで。日高なんだ。日高山脈ってことか。そうです。あ、日高ってこの花は何。これね、日高草っていう花があるんですって。日高草、これそういう花なのこれ。へぇ、これ日高…アポイだっけ。日高山脈。あ、うん、アポイなんだ。で、この海岸線はこれ海岸線なんだ。海はぁ、オホーツク海。それ日本海。太平洋かな。太平洋、うん、太平洋か。日本海違うね、ごめんね。さあ、次行きますよ。最後かな。
アンサーこれオリジナルじゃない。で、これ今回作ってません。これまんまとかって話じゃない。なんか大和市長的な。まあもちろん町の鳥というか表してますけど。ヒント。全国屈指の沿岸漁業の町です。沿岸漁業の町？絞られましたね。マネージャーが見せるんですね。これ絶対わかんない。マジで？絶対わかんない。なんでって思う。聞いたことあるメジャー？絶対聞いたことあると思う、これは。けど、その名前聞いて、この簡単にじゃんかわないと思う。森町。なぜそうだ。意外性と、あとメジャーな名前、まあ、イカ飯とかなんかあったかなみたいなイメージだから、やっぱそれで沿岸強いのかななんて思ったりして。正解はこちらです。え、ラウス。ラウス、沿岸漁業の点でラウスは、あー今納得するんだ。これただ何これ。大鷲です。は、なんで大鷲。ラウス、大鷲が飛来することに有名な。知床半島はオジロワシ、大鷲の越冬地としても知られ、数百羽ものワシが集結する世界最大規模の集結地だそうです。以上全10問が終了し、そして3問正解。でもなかなか頑張った方じゃね。こんなん出されてもわかんねえって。面白かったよ。ただこれ真剣に勉強した方がいいのかな、それともこのままの感じにした方がいいのかな。あのマネージどっちが面白い。任せの人マネージメントしろよお前。お前これこういうのはやっぱ本気でやった方がいいから、ちょっと覚えた方がいい、ね、ちょっと勉強しようか、とかはね、ちょっと勉強しようかね。はい、というわけで、はい、やってまいりました。あのカントリーサインなんですけども、これまたやるでしょ。まあ第3弾ぐらいまでやってもいいかな。いやいや、ちょっとそれまでちょっと頑張ってくるわ、ちょっと、うん、次回番組 MC から重大発表が。ゴールデンウィーク入った直後にですね、うん、真相は次回のとどろきで。